どうやって蹴ればうまくなりますかっていう質問ばっか来るんですけど、はい、大事なのはやっぱ使い方なんじゃないかなと。それって蹴ってないけどパントキック使えてるみたいになりません？当たり前のことなんだよ。ん？どうも、高木義成です。どうも、ジャイアント和樹です。さあ、最終回やってまいりました。マサです、ね。今さ、いい流れやったじゃん、はい、なんでどうもどうもってつまやんないわけよ。それ後で説教してもらっていいですか。三部作最後だよ。最後ですね。これスターウォーズだったらとんでもないことになってるよ。いやもうね、そうですね、エピソード3だったらもう大変なことですよ。これもエピソード3でも大変だよ。へーってとこですよ、ここへーって、へーってなって一回画質落ちるんだから。そうなんですよ。ここ繋がるんだって。わかる人にしかわからん、その話は。じゃあやってまいりましょうか。はい、今回のテーマです。ヘッドアンドパントキックに対しての方がいいのかな、うん、ジャイさんはこれどう考えてんのかっていうところを聞きたい、はい。まあ、蹴り方よりかは考えですよね、はい、本質的に。補足したい、補足したい。どうぞ。ヘッドアンドパントキックだけじゃなくてプラスキックへの考え方も欲しいかもしれない。あ、いいかもしれないですね、うん。でこれなんできっかけが生まれたかっていうと、僕も、まあ、若さんとお会いする前、まあ、高木さんと、まあ、お話しする機会があって、その時毎回、まあ、いやね、ジャイアント君ね、すごいんだよっていう、ずっとその話題だったんですよね。まあ、そのエピソードも含めて、なんかぜひよろしくお願いいたします。とぼけちゃって。そうですね、まあ、僕の元にはキックが上手くなりたいです、低弾道どうやって蹴れば上手くなりますかっていう質問ばっか来るんですけど、はい、大事なのはやっぱ使い方なんじゃないかなと。使い方いいですね、はい、思って。やっぱ試合って流れがあるんですよ。流れがあるこう文脈の中でそれが有効な手であれば使えばいいし、そうじゃないんであれば使うべきではない。だから自分が持ってるパスの手段っていうのが、例えばじゃあインサイドキックだけなのか、それともじゃあインステップで蹴ったボールがあるのか、うん、じゃあ例えばインフロントでふわっとしたボール蹴れるのかとか、うん、そういった種類が多ければ多いほど選択肢増えるんですよ。でその中の1個の選択肢であって、でその瞬間にそのパントキックっていうのが一番いい選択肢だったら使えばいいと思うし、そうじゃなければ使うべきではないと私は考えております。ここは高木さんは共感するところ多いんじゃないでしょうか。当たり前のことなんだよ。いやそうっすよね。だけど、うん、ジャイアント君は勘違いされがち。この人もパントキック上手い人でしょって。でも俺やっぱそのタケルの試合の、ね、ハイライトとかやっぱさ出してる中で見てて、ちゃんと蹴ってる時の判断をちゃんとしてるなって思ってたの。であとは受け手の反応、キーパーとしてあそこ蹴ればこいつはこういう風に動けるってところまでキーパー目線では見えてるんだけど、うん、受け手が感じてなくてもう0コマ何秒遅れちゃってボールが抜けちゃったりとかとかっていうとこのレベルでやってるんだと思ったから俺は素敵だって思った。うん、ありがとうございます。でよくありがちなのが本当にこうピッチのギリギリの横のいながら、まあよくキーパーの胸とか蹴ってさ、うん、こんなになっちゃうと、うん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 、これって俺からしたらキックミスだ、うんうんうん、どんなに弾道で低く綺麗に蹴っても受け手がポンってなっちゃって、はい、上に浮いてる間詰められたら蹴る意味ないじゃん。それ俺はキックエゴキットって呼んでて、セービングもそうなんだよ。キーパーの動きって全部判断の、ポジションだと思う、まあ、どのポジションもそうなんだけど、うん、変なしキャッチパンチとかね、うんうん、どこに弾くとか出る出ないとか、結局キックも低弾道中弾道高弾道そういう高いボールとか、うん、蹴れるものが多ければ多いだけ武器が増えると。で次はどれ選ぼうかなっていう判断力が磨かれると。で考えてやってほしいなっていうのを話したもんね。そうですね、いや本当にそれに尽きると思うんですよ、うん、なんか僕パスって考え方としては今自分が持ってる状態と同じかそれよりいい状態にしてあげるのがパスだと思うんですよ。だからそれで例えばパントキックバンって入れて、さっき高木さんが言ったように悪い状態になっちゃったらそれってもういいパスじゃないんですよ、その時点で。そうじゃなくてやっぱりいい状態で渡せるんであればその中の手段でパントキックを選択するんだったら僕はいいと思うんですよね、うん、そこはやっぱりちゃんとそういう判断のもと低いボールだからいいとか速いボールだからいいとかじゃなくて、うん、やっぱり受け手のことも考えて出してあげた方が絶対いいなっていうふうには思います、うんうんうん。基本ねパスって、まあ、キーパーのパスなんか特にそうなんだけど、足から離れた瞬間もう50って思わなきゃいけなくて、ボールはねどんだけフリーの選手にこう蹴ったとしても、うん、そいつがミスっちゃえば相手に渡っちゃうかもしれないし、うんうんうん、そういう考え持つとキックエゴイストになんかならないわけですよ。いや本当そうだと思います。いや本当そう。
だから、まあ、J リーグで分かりやすく言うと、周作君がなんであんだけパントキックパントキックって言われるかって、彼が持った瞬間にみんな動き出すわけじゃん、うんうん、あそこまで作ったら罪だよね。そうそう、今まさにその話しようと思ったんですけど、あのやっぱりそういうの蹴れる選手だったら、うん、味方の選手って動くんですよ、めちゃめちゃ。で動いてくれるから、その蹴りやすい場所が増えるんですよね。うん、だから、まあ、そういう意味ではキックを安定して蹴れるっていうのは味方にとっては安心材料なんで、味方が信頼できるようになるための練習はした方がよくて、うん、ただ自分のキックすごいだろうって見せる練習は必要ないと思います、うん、入りはね楽しくキックって、うんうんうん、もちろんいいんだけど、でもそこ一個階段登った時に見えた景色って全然違うよね。違います、マサ下手だから無理だな。いや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 、そんなことないですよね。なるんだよ。もしかして、もしかしてパンギャ通っちゃえば上手くなるの？うち通ってもらえれば全然。いやいいね、はい、新幹線乗っちゃうよ。新幹線っていうか深夜バスやめてくださいね。怒られちゃったんだよね前。そうですそうです、マサボロボロだったから。深夜バス乗って あれ言った瞬間に夜行蹴って新幹線って素直に帰ったんですからね。あの日、まだこれ味方もそうなんですけど、相手の選手からしてもやっぱりその西川選手って、うん、こう西川選手がこうパントキック蹴れる体勢になった瞬間に警戒するんですよ、うん、それが例えばじゃあそのチャンスがありそうな選手のところにディフェンスが寄るとか、ディフェンスラインが高いからそれを下げなきゃってなるとか、これって実際に蹴ってないんだけど、はい、その蹴るぞっていうその意識だけで、見せ方だけで相手の動き変わるんですよ、はい、それって蹴ってないけどパントキック使えてるみたいになりません？ある意味、なそれも使い方なんですよ。蹴らないけどっていう使い方なんですよね。そういう意味ではこうジャパンオールスターでもそういう展開とかあったんですか？あ、それがまさにそれがあって、はいはいはい、その年末に日産スタジアムで、うん、ジャパンオールスター2021っていうあの那須監督が主催でやった、うん、もうめちゃくちゃ楽しかったイベントだったんですけど、はいはい、その中であのパントキックを蹴れるチャンスがあったんですよ。実はちょっとカウンターでフォワードのところも1対1で、はいはい、いけるぞってとこがあったんですけど、試合がね 1-0 で勝ったんですよ。ウンパルンパが点取ったよね。あ、そうです、まあ、実際は歩夢くんなんですけど、ウンパが蹴って、そうそう、歩夢くんがバーンって入れたんですけど、うん、で僕が勝ちたかったんですよ本当に、まあ、イベントだけどやっぱ勝負事なんで、うん、絶対勝ちたいなと思ったんですよ、うん、でそこのじゃあチャンスの時にじゃあそこで蹴って新たにチャンスを増やすのか、うん、でただ味方はやっぱりすごいレベルの高い相手なんで、もう疲弊してるわけですよ。もう僕がボール持った瞬間に目合う選手ってほとんどいないっていう状況で、後ろの選手はで、フォワードの選手は結構能力が実際高くて、で常に僕のこと見てくれて、うん、やっぱそのパンドキックとかキックのフィードいつでも蹴るように動いてくれるんですよ。すごい最高の状態で動いてくれてるんですけど、はいはい、他の選手の準備ができてなかったので、うん、これは蹴るべきではないと思って、お客さんがお金を払って、まあ、言ったら僕のパンドキックを見たいって来てくれても関わらず、うん、僕は一歩も蹴らない試合を終えました。その時さ、はい、スタンドをさちょっとさあーみたいになかったの？いや実際蹴れよみたいな感じはすごかったっすでしょ。はい、ただですよ、あのマッスーだけ一言言ってくれました。うん、いやそこで切らないのが若さんらしいですねって。うん、うん、若田和樹出ちゃいましたねって言ってました。それはさあれなんじゃない、はい、マッスー的にはさ俺だかって思ったんじゃない。いや思ってます思ってます、そうそうそう、いやあれうちのチャンネルだったら絶対言ってましたって言ってました。あ若さん蹴ってよって、まあ、やっぱ近くにいる人はすごい分かってくれてるし、うん、まあやっぱその本質がそこだよっていうメッセージはやっぱ僕が届けたいところなので、うん、まああれは適切だったかなっていうふうに思います。でもやっぱそういうのがあるから自分の、ね、サッカースクール、キーパースクールでもそういうところも含めて教えられてるってことだろうね。そうですね、やっぱボール取らなきゃ蹴れないですから、うん、だから銀の盾でさそんな、はい、遊んでる場合じゃないんですよ。うん、いや全然羨ましくないからね俺ら。うん、いやまずはあの盾で取ってから言ってもらっていいですか？怖いよ。だって取ったらあの割るんで、貸してよ。連絡貸して貸してはやばい。ジャイアントチャンネルで、はい、高木義成に盾貸してみた。タイトル危ねえじゃん。あ、まあこんなふざけながらもそういう話をさやっぱすごいしてたからこそ、うん、今回のイベントにつながったもんね。そうですね、まあさんどうぞ、はいって感じで、まあ、今まで3部作通して見てくれてる方は、まあ、3月25日の愛知県でイベントをやりますというお知らせは聞いてると思うんですけども、そういう考えとかこれまでの3部作で聞いてみてはできてると思うんですけど、それを体験して体感してっていうところはぜひ愛知県のイベントでお越しください。これは、まあ、概要欄の方に毎回言ってるんですけども、お友達登録、まあ、あの速報 LINE の方を追加しておりますので、これ毎回背景画像に同化してる、あのぜひですねお友達追加よろしくお願いいたします。はい、
どうでした高木さん、三部作。いや、どうでしたって、まあ、はい、ジャイアント和樹チャンネルのファン増やしちゃってかなってちょっと思ってる、こっちは。まあ、前回結構伸びた一本動画伸びてるんで、あの、うん、ちょっと、ああいうのさ、また欲しいからさ、ちょっとまた出てよ。ああいうの欲しいから。え、だってさ、だって、銀の盾さ、俺ら取ったらさ、銀の盾勝負できるよ。何の勝負すんの？確かに。確かにって何の勝負、うん、したいっすね。したいの？はい。うん。わ、したいわ、まあ。それは次回の動画でやりましょうか。いや、そういうの、なんか、そういうだけやめよう、やっぱ。俺、怒られてんのか。いや、あくまでも、やっぱ、まあ、もちろん、多分自分の知名度がすごく上がってるじゃない。はい、お疲れ様で、はい。また違うとこで、違う子供たちと会うと、すごい感じると思うの。うんうんうん、うん。それまた聞いてみたい。ね、あ、そうですね。でもちろんさ、そのつけてる SJS のグローバーあるじゃない、あれを俺もよく見るのね、これもしかしてって俺わざと言うのよ。はいはいはい、ジャイアントですってやるわけ。でそうするとやっぱそのグローブと選手の関係っつうの俺はすごく好きで、はい、だってね SJS って俺あの時つけさせてもらったけど、いいグローブだと思うし、うん、でもこれをもちろんグローブの性能もありきで買ってる子ももちろんいるけど、うん、ジャイアントがつけてるから使ってみました、このグローブ取りやすいんです、うん、これ一番いいマッチングだからね、うん、そうですね、自分に合うグローブをそれできっかけで見つけれたら最高だと思います。だから次はまたイベント終わりでね、うん、4部作にしよう。そこも3部作もらっていいですか、後日談で。なんで4じゃダメなんだよ。最初の冒頭のスターウォーズみたいな感じですよ。じゃあ6部作でいきましょう。だったら9になったよ。そうですね。まあ、お会いできるとね、嬉しいですね。3月25日にみんなとお会いできる日を楽しみに私たちはしていますので、うん、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、ジャイさん、ありがとうございます。今回はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。